衝動は仏法を説いて主情を導く語り物であり、数ある日本の和芸にとってその源流の一つでもある。日本史上では特に中世において大きな展開を遂げた。衝動はまた衝動とも表記し、演説、説法、説教、法説、法弾、講義など様々に故障される。本来的には説教とは、 仏教の経典を講じ教義を解くことであって、それ自体は文学でも芸能でもなかったが、文字の読み書きのできない庶民への教化という契機から音韻抑揚を伴うようになったものである。それはまた、比喩、因縁など文学方面の関心を強めることにもつながり、これを衝動文学と称する。衝動は古代の中国においても盛んで、ことに、 東身大の構想で仏教の中国化に、功のあったロザ山のエオンはその達人であったと言われる。日本古代の教家像はよく衝動を行った。教義の説教では仏教の教理を説いたが、それは当初仏典の意味するところを解説する、現代で言うところの法話であった。それに対して、講義の説教に属する衝動は音韻に抑揚とメロディともない、 教典の趣旨を取り出して、比喩や因縁話を用いて語ることで人々を仏教信仰に導いたのである。衝動は日本仏教において独特の発展を遂げたが、ことに浄土教系の仏教においては不教の用途でも言うべき重要な位置を占めた。ある種の宗教体験を特に重んじる禅や密教と比較して浄土門の教義は語る、聞く、 共振する、場を感じるなどの宗教性を重んじたことから、言語に依存する度合いが高かったためと考えられる。そしてまた、信仰の大衆化を進める立場からは、修学像が法理を公釈するというスタイルではなく、平易な話題を中心に、一定の旋律を伴いながら、聞き手の宗教心に、直接働きかけるようなスタイルが工夫されていった。こうして、衝動の技法は、 平安時代末期頃から次第に確立されていった。衝動において不死や抑揚をつけるという演出は、話してと聞き手との間に共振現象が生まれる場を喪失させるための工夫でもあった。こうした栄意は他の宗教でも数多く見られる。仏教においても、再初期の段階から、ギヨルやカダなどは不死や抑揚をつけて読書されていた。古尺書 衝動は演説なりの言葉が確認できる。聖章納言の随筆、枕の創始には、説教衝動を行う衝動誌について、説教の講師は、顔よきと述べた一文があり、平安時代中期において、すでに後世の娯楽性につながる要素のあったことが、わかる。鎌倉時代末期に成立した古漢試練、原稿尺書は、衝動の名手と言われた喜びには、 先泣きの誉れがあったことを伝えているが、このことは、衝動の名手は長衆を泣かせる前にまず、自ら泣いたことを意味している。阿久井流の成立上述の通り、衝動の技法の確立は、平安末期すなわち陰性期文化の時代に求められ、平時の乱で惨殺された、神勢の子で、天台宗の僧であった長剣は、その名手として知られた。古な尊者の最短。 説法の神手と称された長剣は、父道洋学識深く、その衝動物を弁で、しかも正老な美声によるものだったため、多くの人々を引きつけ、多数の聴衆の官類を誘ったと言われる。九条金真の日記、玉葉や、軍記物、原平清水記などには、長剣が上安四年の干罰の際に金を果たした、貢献により官賞に預かったことが記されており、 この干抜に際しては同様の貢献により、第五次や当時の僧も干渉されている。長剣の干渉について、当時の朝廷内部には、その是非を問う向きもあったが、結果的には、竜人を再官をさせたとして、衝動が度胸、手法と並んで貢献あるものと公認されたのであった。長剣は、安元三年に法院に除せられ、長剣法院と称せられたが、後に、 京都状況のあぐいに退去して、発体のまま再退した。この再退は、世の非難を浴びたが、長剣は、自らの信念を得意の弁舌で主張し、女人不条を唱える僧虎に、反駁もって説教人筋の生活に努めることを世に示した。長剣の衝動は、大秘過古来の法華行主義と三だ本願思想に、賛同する浄土信仰によりながら、造児造物の孤独を肯定し、 諸行王城を説いた上で一行先週と阿弥陀如来への帰依を説くものであったと考えられる。浄土宗の開祖、法年坊、玄空性格の進行、宗教活動に決定的な影響を与えた。長剣のこの性格も、下恥玉を吐くと称されるほどの衝動の名人で、また、法年の皇帝としても有名である。説話を多用して、身振り手振りよく、庶民に訴える衝動が、 浄土門の共戦拡張の手段として軌道に乗ったのは、性格が法然に帰還したことを起源としている。選択本願念仏宗において、従来の仮覧仏教に決別し、次回さえも否定してしまった法然は、乱世の中で動揺するしかない無知文網の民衆こそ最大の救済対象と唱え、それゆえ商名念仏だけではなく、聞くことによって、庶民の心を、 直接動かし思想形成を図る衝動の意義を重視した。こうして説教の日常化が進み、説教自体にも不死やリズムをつけるという可用性が加えられたのである。法然の弟子で浄土真宗の開祖となった親鸞は兄弟子の性格を熱く尊敬した一人であった。親鸞自身、その思想の根底に文房分則史を置く宗教家であり、 新州においても衝動は特に重視された。新蘭は関東入る以降、性格の表した優心章を熟読するよう弟子たちに求め、自らも注釈章を著述している。優心章が法年の思想をそのまま伝える書として数形されたので、ある。新蘭は民衆の間に布教する技術を性格から学んだとも言われている。本願寺、第三世の各女が集めた、 新蘭の原稿録、区伝承にも、浄土門の思想を取り上げて、民衆の喝采を浴びた、性格のことが記載されている。性格は、父長権と比べ民衆に一層傾斜し、漂白体も徐々に形式を和らげ、文芸的要素を濃くして、先週年物の立場を鮮明にした。性格がアグイに重し、アグイ法院と呼ばれたことから彼の家系は、アグイ流として、 浄土系衝動の本州の地位を占めた。源氏物語などによれば、長剣の登場以前は、願文、不十分などを衝動者ではなく、文章博士など、漢文学に造形の深い学者が作る例が多かったことが知られており、その作例は、平安中期の本朝門水などに集裁されている。これに対し、長剣は旧の貢献を認められたことを契機として、説法を一堂とすべく、 説法道を提唱し、自作した説法誌の記録とそのテキスト化を推進したのであった。長剣の著作としては、源氏漂白文、高滅の木、衝動章、長剣作文集、長剣作文大体、長剣漂白集、こと、泉集などが知られる。こうした作業は正確に引き継がれ、今日も残る、アグイ流衝動のテキストの伝承が始まった。平安。 鎌倉木にあって、衝動、説教を得意とした層が、長剣、性格以外にも多数存在したことは、各種資料で明らかであるが、にもかかわらず、彼らの系統のみが、後世に、絶大な影響を与えたのは、このような自由によっている。なお、文章家と衝動者の漢文表現には少なからざる、相違のあることも指摘されている。性格の弟子の心象が占した、法則集は、 あぐい衝動のルールブックと称すべきものであり、同士の紙道や着座に始まり、航路の持ち方や、金の演奏法、法への種類に応じた語句の選び方、発声法、儀式の進行次第、説法。続いて、別願い、エコー、総エコー、講座。最後に不教など、あらゆる作法を記しており、なおかつ、衝動の心構えについても教授する周到な著作である。 三井寺流について、古漢試練、原稿釈書末期十九には、本庁音源を持って割れ、道を拒水する者、四やあり、教授と曰く日、盆梅と曰く日、衝動と曰く日、念仏と曰く府。とあり、鎌倉末期において、音声を持って、仏道を流星たら、占める者として、教授、盆梅、衝動、念仏の四種があったことを示している。衝動は、 アグイ流の他には、還元年間に、恩城寺の庭園が起こした、三井寺流が知られており、同じ、現行尺書末期29に、宝魂殿下の荘園を言うは、南屋に習う、の記述がある。浄土系のアグイ流に対し三井寺流は、天台系で、この両者は、鎌倉末期には衝動の二大流派と目されていた、ことが知られるものの、三井寺流は現存せず、破層とされる。 庭園についても詳細は不明である。日本の和芸の研究で知られる関山和は、説教師や浄瑠璃に三井寺流の痕跡を認めることができると論じたが、結果的には三井寺流は阿グイ流に吸収される形で消滅したと考えられる。普通衝動衆と新東衆鎌倉時代後半の13世紀末様には普通衝動衆が編まれた。これは昭和初年に、 東大寺で発見された衝動のテキストであり、永遠後から6年頃に、領記という層によって寄稿されたものであるが、当時のあらゆる仏寺法へを想定したものであり、型通りの教理だけではなく、当時の社会秩序や職業等に多くの私服を割り当てており、仏教史のみならず中世の社会、文化、民族における文献資料としても注目される。このテキストでは、 衝動本来の漂白体や暗門体が記されている。民間宗教家による衝動はまた多くの語り物を生んだ。衝動が半層半属の仮想の人々によって担われてくると、衝動家の仕事も地方の人々の公費、伝説を収集する活動を包含するようになる。南北朝時代の成立と考えられるアグイ流による新党州はこうした説話を含めた 衝動のテキストの集大成と考えられ、阿久井流が長州に対し神物の演起と本事衰弱を語ったことを示している。新東州に収録された説話の約半数は上野国、品野国を中心として、東山道、北陸道の諸地域における伝説、神話といった交渉であり、阿久井衝動の活動が京都から東北、北陸への王冠に沿うものであったことを裏付ける。 そしてまた、文学史的に見れば、新東集は、室町時代のおとぎ造史や、説教説の先駆的性質を有しているとも、指摘されるのである。説教は、しばしば説教衝動とも呼ばれ、伴奏楽器を鳴らし、あるいは、踊りを伴ったりして、説教説や説教浄瑠璃などとして芸能化していくが、衝動は、必ずしも、直ちに芸能化せず、 説教の形で残ったと考えられる。しかし、この説教と説教説、チョンガレとが結びついて、中世の節付け説教、さらに近世の不死団。節団説教は、江戸時代において、民衆の娯楽となった一方、浪曲、講談、落語などアゲーをはじめとする、近世成立の諸芸能の母体となったが、これももともと衝動が、温韻欲用の節を持っていたことに由来すると、 考えられる。平家物語冒頭部分衝動の影響を受けていると言われる。冒頭に述べたように、衝動そのものは文学でも芸能でもないが、教家の対象が知識、教養に乏しい庶民の場合は、比喩や因縁など説話の部分が親しみやすいため、そこから文学的な関心が深められていった。こうして生まれたのが衝動文学とされる。 衝動文学の名を初めて用いたのは民族学者の折口忍であり、折口自身事実において衝動文学は説教文学を意味しなければならぬと述べたように衝動文学は芸能としての説教に多大の素材を与えた。蓄土霊館は1930年の衝動と本字文学とにおいて衝動のテキストである説法資料に含まれる因縁比油炭と 根尺物語集などに収載される説話とを比較して、説話文学と説教とは真に皮一えであると論じている。また、後藤丹治は、戦記物語の研究において、衝動それ自体が、平家物語の成り立ちに多大な影響を与えたことを指摘しており、以来、多くの研究者により、祇園商女の鐘の声、諸行無常の響きありの冒頭に代表される、 平家物語の微分が、アグイ流説教の影響を強く受けたものであるという、見解が支持されている。エオンが住んだと言われる、ロザン世界文化遺産に登録されている。中国に蹴る衝動は、南北朝時代から随を経て、唐の時代にわたって、不教法の一環として行われた。両のエコーが表した、高層伝巻13には、 説教師と並んで衝動が不教方式として挙げられており、露山にあった絵音を初期の衝動師として掲げている。衝動師はその出自の奇践を問わず、法へ、再へに招かれ、巧妙な語りと美しい節回しで聴衆を信仰の世界に誘った。この時説教師が同時に招かれて経典を講ずることもあった。衝動師は、教理に関する知識よりも美声であることを第一の、 要件とし次第に、伏回しの美しい栄章そのものが求められるようになり、東大に至っては、凡梅と変わらぬものへと転化した。ただし、前景、高僧伝には衝動の要素として第一に超え、続いて、弁、蔡、広氏を掲げている。東大の道の部の表した、俗高僧伝によれば、随大に、 法院という仏僧が、諸々の秘書及び古道文百余感を称したこと、また、隋の飛行が、新しい衝動法を編み出して、旧来のものを改めたことなどが記されており、時代の変化に応じて、衝動のあり方も変わっていったことが伺われる。ありがとうございます。